株式会社長谷川は、東京都文京区と福岡県福岡市博多区に本社を置く企業。長谷川前原店、長谷川の放送 CM は、幸せ少女がお手手のシワとシワを合わせて、幸せ、なあ,あむ、うーと唱えるものが有名で、その部分は取引がある別証券の複数の仏壇店の CM で使われる。その場合、お仏壇の、は、せ、 バーの、長谷川の部分がその仏壇店の名前、滝本、兵馬、畑中、岩佐仏木道などに変わる。破壊し、墓縁事業に関する CM も制作しており、その場合は、お仏壇、お墓の、は、せ、が、バーと放送されている。地元の RKB 毎日放送では、サンデーモーニングの、 週刊ご意見版コーナーのローカルスポンサーとなっている。長谷川の子会社、長谷川美術工芸は、清水寺の内部修復に関わったことから、近年、幸せ少女を起用した CM は、盆や悲願、新店舗オープンの特売のみで流されるようになっており、通常期は、清水寺修復の実績をアピールする CM の構想頻度が高くなっている。イメージキャラクターの少女、 CM や看板で見られる。現在は三代目ゆうかちゃんで、2001年に四千通を、こす、応募の中から選ばれた。二代目幸せ少女は、たばさちゃんで、初代幸せ少女は、ゆうこちゃん。初期の幸せ少女の CM では、最後に、宮を進むが、お仏壇なら、長谷川です。はい、お待ちしています。と、PR するバージョンもあった。ありがとうございます。